ディーンはアメリカの楽器製造メーカー。1976年にディーン・ゼディンスキーにより設立。米国のヘビーメタルバンドであるパンテラのギタリスト、ダイムバック、ダレルとエンドースしていたことで有名。ダレルの死後、ヘビーメタルバンドであるメガデスのデイブ・ムステインやマイケル・シェンカーなどとエンドースしている。 即引きで有名なマイケル・アンジェロもディーンと長い関係があり、ディーンギターのウェブサイトでは彼のダブルギターのソロ演奏を見ることができる。M の字に似た角のようなヘッド部が特徴的。変形ギターのメーカーとして有名だが、ハードテイルなど正統系のデザインも人気がある。ギター以外では、ブライアン・ブロムバーグが使用している B3 ベースなどをリリースしている。 2019年6月、ギブソンからギターの衣装、トレードマーク侵害で告訴されるが、同年7月、ギブソンがディーンの経営を著しく妨害したとして、逆提訴した。2008年、創始者であるディーン・ゼディンスキーがディーン・ギターズ社を売却し、自らのブランド DBZ を立ち上げるため退社、さらに DBZ とも他元を分かち、2012年にディーン、 ジリンスキープライベートレーベルを設立した。ありがとうございます。